社長、はい、今あの画像を送ったんですけど LINE で相談が来てます。はい、ユーカリポポラス、うん、ハガマダラに乾燥してます、うん、原因が知りたいです。購入してまだ1ヶ月経ってません、うん、ベランダの日当たりがいい場所で風通しもいいです、うん、水やりは2週間に1回程度だったのですが、うん、水不足だったのでしょうか、とのことです。これちょっと写真を皆さん見てみてください。この症状見たことある方いますか？僕はないです。でこういう原因不明の場合、原因を追及する前にいい状態、基本的な正しい状態に戻してあげるのが大事で、その場合水やりが 2,3 週間に1回とか2週間に1回だったみたいなので、まずは土の湿り気を確認する。で湿りすぎている場合は上げすぎ、湿ってない場合には上げなさすぎなので、そこをコントロールしてみてください。